全世界のサッカーファンの笛の音とともに今キックオフ。右を守るのがコロンビア、左にエンドを取るのがスペイン。あ、倒された。笛が吹かれます。スペイン早いリスタートで試合再開です。右へパス、シュート。このシュートはキーパーの正面でした。コースは良くてもこの威力ではゴールは難しいですね。こいつ
ール、ファインゴールだ。前半開始早々、スペインキックオフです。右へ出します。前に出した。ドリブルで持ち込みます。残念、通りません。さあドリブルで上がっていく。キーパー難なく抑えました。まあキーパーがすごいんだ、そう自分に言い聞かせることも大切ですよ。前に送りました。このドリブルが攻撃の拠点となることができるのか。キレのあるいいドリブルですね。コロンビア、サイドからの攻撃に切り替えます。いいボールが出ました。タッチラインを割りました。スペイン、ここからどういった展開を見せるのでしょうか。右へパス、左へパス、前に送った。シュート、ゴールです。前半戦中盤、スペインキックオフで再びゲームスタートです。さあドリブルで持ち込みます。こういった突破も時には必要ですよ。前にパス。さあどこにパスを出すのでしょうか。キレのあるいいドリブルですね。キーパーからもう一度組み立てを図ります。さあドリブルで上がっていく。さあ自ら攻め込みます。ボールは大きくそれていきます。シュートまでの形は綺麗でしたが、サッカーはそれだけで当てになりませんからね。さあ自ら攻め込みます。主審はどれぐらい見ているのか。ロスタイム突入です。ここでホイッスル。前半戦が終わりました。後半戦が今始まります。早野さん、両チームの前半の戦いぶり、どのようにご覧になりましたか。ありきたりな表現ですが、次の1点ですね。まあそれしかないでしょう。7番、ドリブルで攻め込みます。縦に大きく蹴り込みます。あっと、残念、オフ。さあこの位置からどういったサッカーを展開してくるのでしょうか。いった、前方にパス、右へ出します。見事に通りました。ドリブルで持ち込みます。グローブロット、左へ出します。シュート、残念、キーパーの正面でした。コースは良くてもこの威力ではゴールは難しいですね。さあドリブルで上がっていく。右へ、ボールをキープしつつ上がります。副審が旗を上げています。さあこの位置からどういったサッカーを展開してくるのでしょうか。パスを出すタイミングを測っています。パスが主体のサッカーだから、こういったドリブルも大切ですよ。あっと、残念、オフサイドです。コロンビア、この位置から試合再開です。左へ、この位置から打ってきた。キーパーパンチング。前に送った。前に出した。ちょっと無理があったか。まあ簡単に通るなら苦労はしませんね。今主審の手によってこの試合にピリオドが打たれました。2対0、スペイン